はい、皆さん、こんにちは。今回は、ロックオンとその切り替え方法について解説していきます。具体的には、ロックオンのボタンを押すと、まあ、このように、ビジェットで白い玉が付くようになって、ロックオンしている方向にプレイヤーが向きます。で、次、切り替えですね。切り替えを押すと、まあ、こういうふうに、ロックオンの対象が切り替わっていきます。で、ただし、この端っこにいる、こいつですね。遠いところにいるようなものは、このロックオンの対象外になるように設定して、 あります今回はロックオンのやり方と、まあ、その切り替えですねこれに関して解説していきますそれでは早速やっていきましょう支援者を紹介させていただきます当チャンネルは現在ご覧の方々にご支援していただいております大変感謝いたしております他にご支援していただける方がおられましたら概要欄のリンクからよろしくお願いいたします ではまず、ロックオンに使うマーカーですけれど、特にこれは何でもいいです。ここでは冒頭で示したような丸っこい玉を表示させてあります。まあ、作り方だけ簡単に説明しますと、マテリアルのファイルを作ってもらって、で、このアウトプットを選択している状態で、マテリアルドメインをユーザーインターフェースにします。で、その下のブレンドモードをトランスルーセントにします。で、これですね。 コンスタントで検索すると出てきます。コンスタント3ベクターですね。を出します。あと、普通のコンスタントも出します。で、次、ラジアルグラディエントエクスポネンシャルも出して、で、普通のコンスタントと、このデンシティをつなげて、で、アウトポットをこういうふうにつなぎます。ちなみに、ここの値ですね。値を変更すると、ここのぼやけ具合を 変えることができます。で、マテリアルを作ったら、今度、ウィジェットですね。を作ります。まあ、これはもう、非常に簡単で、まあ、ここから、イメージを出してきて、で、これをアンカーで真ん中にします。で、アライメントを0.5.0.5にして、ポジション X と Y を00。 で、サイズ X 倍を、まあ、好きな大きさ、ここでは2つとも50にしています。で、ここのブラッシュのイメージから先作ったマテリアルですね、を当てはめます。で、ここですね、ここをカスタムにします。カスタムにして、こことここに50を、まあ、ここでは入れています。 で、コンパイルして、えー、セーブしておきます。で、次に、ロックオンマーカーを表示させたいキャラクターですね。まあ、基本的に敵になると思うんで、敵のブループリントファイルを開きます。えー、そしたら、ここのアドコンポーネントを押して、ウィジェットで検索すると、このウィジェットがあるので、それを出して、まあ、名前を ま、ここではロックオンマーカーにしています。で、これを選択している状態で右側に行って、ここのユーザーインターフェースのところのスペースをスクリーンにして、ウィジェットクラスを作ったウィジェットにします。で、ドローサイズを設定した大きさですね。ここでは50と50にします。あと、 初期状態では、このウィジェットは非表示にしておきたいんで、ここのレンダリングの項目の Visible のチェックを外してフォルスにします。これでロックオンマーカーの準備は終わりです。そしたら実際にロックオンを実装していきますので、プレイヤーとなるキャラクターのブループリントファイルを開きます。そしたら、ですね。 ここの add component からコリジョンを出します。で、ここではスフィアコリジョンにしますが、まあ、特にコリジョンは何でもいいです。で、出したら、ロックオンにします。ロックオンコリジョンにします。ロックオンコリジョンを出したらですね、まず、エディットからプロジェクトセッティングを開いて、コリジョンのオブジェクト チャンネルを追加しますでここではもう追加してあるので、この new object channel っていうのを選択します。で、ここの名前に、まあ、ロックオンとか、まあ、そういう名前を入力します。で、このブロックを ignore にして、で、accept 押すと、まあ、新しくオブジェクトチャンネルができます。で、そしたら、 このロックオンコリジョンを選択している状態で右側のコリジョンのところですねここに行ってもらってここのコリジョンプリセットをカスタムにしますでコリジョンイネーブルを最初はノーコリジョンにしますでオブジェクトタイプはさっき作ったロックオンですねこれもし 表示さされてていなかったら一度コンパイルセーブしてくださいそしたら出てくるかと思いますで。ここまでしたらこれを全部一旦イグノアにします。イグノアにするんですけどこのポーンだけオーバーラップにします。これでこのロックオンコリジョンというのはポーンだけオーバーラップできるようになります。 そしたら今度はもう一度敵のブループリントファイルに戻ってきてください。そしたら今度カプセルコンポーネントを選択している状態で右側のコリジョンですね。で、コリジョンプリセットを、まあ、ポーンではなくて、えー、カスタムにします。で、カスタムにしたら今度このロックオンですね。ロックオンをオーバーラップに変更します。 ここまでをちょっと整理すると、今これは敵のブループリントファイルですけれど、このカプセルコンポーネントっていうものは、これの種類は、オブジェクトタイプはポーンになっているので、このカプセルコンポーネントはポーンという種類のクリジョンになります。で、このカプセルコンポーネントは、このロックオンですね。ロックオンとはオーバーラップすることはできます。まあ他のものは、 ブロックだったり、まあ、ビジビリティだったら行くのは、そういう処理をすることができます。まあ、とりあえず、ロックオンという種類のコリジョンに対しては、オーバーラップ可能になります。で、次、えー、プレイヤーのところに戻って、このロックオンコリジョンですね。このコリジョンの種類は、オブジェクトタイプはロックオンにしましたよね。で、このロックオンという種類の コイジョンは、ポーンのみオーバーラップ可能で、まあ、残りは行グのは反応しません。なので、敵のカプセルコンポーネントは、このロックオンとオーバーラップ可能というわけですね。お互いオーバーラップになっているので、オーバーラップ可能ということになります。そしたら元に戻ってもらって、適当なボタンを割り当ててもらって、まあ、ロックオンさせたいボタンですね。まあ、ここでは、 P にしておきますで、それを、そのボタンを出します。出したら、この、ロックオンコリジョンを出していきます。で、次、ロックオンコリジョンから、セット、コリジョン、エネイブルを出します。次、フリップフロップですね。 してこういうふうにつなげてでもう一度これをコピーしておいてこれを B の方につなますで上の方ですね上の方はクエリーオンリーにします下はノーコリジョンのままでいいですこれで何が起きるかというと、まあ、ロックオンのボタンを押すとこの ロックオンコリジョンが有効になって、でもう一回押すと無効になります。ちょっとわかりやすいようにコリジョンの範囲ですね。それを可視化しておきます。これですね。ヒドインコリジョンは無効にして、あと、大きさ入れるのも忘れてたんで、 大きさは、ま、ここでは500ぐらいにしておきます。で、次、このロックオンコリジョンを選択している状態で、左あ、右側のオンコンポーネントビギンオーバーラップと、もう一つその下のエンドオーバーラップですね。これを出します。で、今は確認のために、プリント関数をアザーアクターとつないでおきます。 これで、このロックオンのボタン、P ボタンを押すと、このコリジョン内にいるアクターですね。今で言う敵が表示されるはずです。で、プレイして、で、P ボタンを押すと、えー、表示されましたね。敵。この範囲内に今3体いてるんで、これらが表示されます。で、この端っこにいるやつは、 これはコリジョンの外に出ているんで、表示はされません。こうなっていったら、問題はないです。次、プレイヤーのところで変数を作っていきます。このコリジョン内にいるアクターを変数に格納したいので、それを作っていきます。そしたら名前を、まあ、ロックオンキャンディデートとか、まあ、ロックオン候補ということで、まあ、こういう名前にして、で、型はアクターですね。アクタークラスにします。 のオブジェクトリファレンスで、で、配列にします。そしたらこいつをゲットで出して、で、ここからアドで検索して、この下のアドユニークってやつですね。これを選択します。で、えー、重複しさせたくないんで、同じやつはここに入らないようにします。これがアドユニークになります。で、こう入れて、で、下のピンとアザアクターを このように結びます。え、これで AP ボタンを押して、コリジョンが有効になると、コリジョン内にいるアクターですね。敵のアクターが、ここで全部、この変数の中に格納されます。で、今度逆に、このコリジョン内に、コリジョンの外に出ると、ここから、この変数から削除したいので、この配列を出して、今度リムーブで、 検索すると、このリムーブアイテムが出てくるので、それを選択して同じくつなぎます。えー、これですね。えー、これで、このコリジョンの外に出たアクターは、この変数から削除、除外されます。そしたら次は、ロックオンのボタンを押すと、このロックオンキャンディデートに、ロックオンされ、まあ、ロックオン候補となるアクターが、ま次々、 このの変数の中に格納されていくわけなんですけれどまあロックオンのボタンを押した瞬間はプレイヤーから一番近い敵ですねそいつにロックオンマーカーをつけたいので今、この近さに関しては距離に関してはバラバラなのでこのロックオンのこの変数の中をターゲットプレイヤーから近い門順に並び替えたいと思います、まあ、つまり小順にそうとするということですね で、そのソートする専用の関数を作っていきます。関数のプラスを押して、ソートっていう名前にして、そしたらソートのインプットは、名前はアレにしておきます。で、型はアクターですね。アクターにして、で、配列にします。そしたら、 まあ、ソフトの実装を書いていきますが、ちょっとややこしいですが、まあ、解説は後回しにします。アレからワイヤー出して、えー、ラストインデックスを出します。で、これを、まあ、ローカルでいいので、まあ、ローカルバリアブルに変数に昇格して、名前を、まあ、そのまま、えー、ラストインデックスのアンダーバーの、えー、まあ、わかりやすいようにローカルにします。 ローカルはこの関数の中だけ有効な変数になります。えそしたら次、for ループですね。このフォーループ、h じゃなくて普通のフォーループを出します。で、ラストインデックスをこのラストインデックスに接続します。で、次、for ループのインデックスからまたローカルバリアブルに変数を表格して、まあ、i でいいので、i ローカルにします。 名前は特に何でもいいです。で、このようにつなげます。で、次ですね。ilocal からえプラスを出して、プラス intint ですね、を出します。で、次、この for loop をもう一回出して、まあ、こういうふうにつなげて、で、first index とこのプラス1の方をつなげます。 で、ラストインデックスの方は、ラストインデックスローカルですね。これをこのようにつなげます。そしたら次、二つ目のフォーループのインデックスを同じくローカルにして、で、今度は J ですね。J ローカルにします。で、まあ、こういう風にに繋げます。で、次ですね。ここから、ブランチを出します。で、ブランチを出したら、 まあどこか空いてるところでアレイですね。アレイで検索すると、まあ、下の方にゲットアレイがあると思うんで、これを出します。このアレイは最初設定した、このソートのインプットのアレイになります。これが、これですね。まあ、ワイヤーでずっと引っ張ってきてもいいんですけれど、ちょっと見にくくなるので、まあ、こういうふうに出します。で、ここからゲットを出して、ゲットカッココピーを出します。 で、次、ここのところに iLocal を接続します。で、Get からですね、GetDistance で、この GetDistanceTo を出します。で、ターゲットになっている場合は、これを消して otherActor に変えます。これは何かというと、ターゲットと otherActor 間の距離を取得できるノードになります。で、ターゲットはセルフになっているので、 これは自分自身、つまりプレイヤーですね。プレイヤーとこのアザーアクターにつながっているものの距離がここからアウトプットとして出てきます。これらをもう一回コピペします。で、コピペして下の方ですね。下の方は J にします。J ですね。で、次、上の Distance2 からダイナリ出して、 フロートダイナリーフロートを出して、まあ、こういうふうに接続します。で、このアウトプットと、えー、ブランチを、まあ、こういうふうにつなぎます。まあ、こう、こういう感じですね。で、えー、次、ブランチにつなげていくんですけれど、このアレイと i と j ですね。これをもう一回コピペします。で、アレイからスワップっていうものを出して、スワップアレイエレメントを出します。で、こう、 投げてで、i と j をまあこういう風につなげます。こうですねえ。これで小さいものから大きいものに順番が並び替えられます。で、最後ですね、このフォーループの終わりのここのコンプリートにまあリターン文をつけて、で、えー、まあこの辺のものをコピペして、 このローカルはいらないんで消してでこいつをここにくっつけてで名前を、えー、ファーストアレイにしますもうこのアレイは小さいものから大きいものに並び替え終わっているので、まあ、0番目は一番小さいもの距離が短いものですねを取得できますので、まあ、アウトプットとして、まあ、そいつを出してあげるっていうわけですでこれが まあ、ソートの小さいものから大きい順に順に並べるソートのやり方になります。まあ、一般的にバブルソートという名前がついています。そしたら次ですね、このソートをですね、バブルソートと呼ばれてますけれど、これの解説でしておきます。まあ、知ってる方は次行ってもらって大丈夫です。で、今この配列アレイの中には、まあ、例えばまあ、A、 b, c っていう、まあ、アクター3つ入っているとします。で、えー、まあ、プレイヤーとの距離が、例えば、a は100、b は50、で、c は、まあ、30というふうに、まあ、仮にそうなっていたとします。そうすると、このソートをすると、 まあ一番短いのは C なので、まあ C が最初に来て、でその次 B、で最後に A という風に、まあ並び替えられたら、まあソートは成功しているというわけです。で、このソートのバブルソートを使うことによって、まあ、順番を C、B、A という風に並び替えられる、並び替えることができます。で、それの解説していきますと、まあここで、まあラストインデックス、 ので、まあ、インデックスは012なので、まあ、これは2が入ってきますよね2今3つ今3つなので2ですねこれが100個なら99ですねで最初は4ループ0から始まるので i ローカルは0が入っていますで次 0+1 ということで2番目の4ループは1が入っています ファーストインデックスは1が入って、ラストインデックスは同じく2ですね。2になります。で、フォーループの最初の1回目は、もちろん1から始まるので、1が入ってきます。で、ずっといって、このブランチにぶち当たるんですけれど、まあ、ブランチはここのノードにつながっています。で、アレイの i ローカル、 は、今、i ローカルは0なので、これ0ですね。で、j は1なので1。まあ、つまり、アレの0番目がゲット。アレの0番目はこいつですね。a がここで取得されて、まあ、a の距離が見積もられて、もう、まあ、100っていう値ですね。が返っていきますと。a100。で、次。 J は一番目なので、まあ、B ですよね。なので、まあ、ずっと来て、まあ、B の距離、まあ、50っていうのが、えー、返ってきますよと。で、これ、大なりで示されているので、これは A、大なり B、これ true ですよね。true なので、i と j が s ワップ、入れ替えになります。えー、なので、 これは最初の配列ですね。ちょっと汚いですけれど。で、ここにスワップ後のアレを書いておきますと、今、まあ、A と B が入れ替わったので、最初に B が来ますよね。で、その次に A が来て、で、C はまだ何もされてないので、C がそのまま残っています。距離を書いておくと、 ここは50で、A が100で C は30のままこれがフォーループ2つ目のフォーループの1回目ですねで、その次もう1回回りますよね2番目までなのでなので今度は J ローカルはこれ次2番目に切り替わります次はこれ消して次2番目 愛はまだこれ0のままです。で、次、ここの J は2番目。で、アレイの2番目は C なので、まあ、C が呼ばれて、で、C の、A、30ですね。で、ここで注目してほしいのは、このアレイの0ですね。もうアレイは 入れ替わってるので、ここのアレイの0番目は、これ B なんですよ、ね。なんか A ではなくて、も入れ替わってるので、B が来ます。で、B の距離はまあ50だったので、まあ、こうですよね。で、50と30計算されて、これもちろん50の方が大きいので、true ということで、今度はこの B と C がスワップされます。 えー、というわけで、今度は C が最初に来て、で、A が来て、で、B ですよね。距離を書いておくと、まあ、C30。で、A は100。で、B は50ですね。50と。で、これで、この4ループの0が終了ですね。4ループの0が終わったので、今度、えー、4ループ、 1>, 1ですね。1が来ます。なので、i ローカルは、これは今度は1になります。で、1たす1ということで、これは2ですね。で、2から2。で、ここももういきなり2ですね。で、アレイの今、i ローカルは今1になったので、これは1で、今のアレイは、 こいつが最新なので、このアレイの、えー、i ローカルは1なので、これですね。a が取得されます。なので、a が来ます。で、次、この j ローカルは、まあ2番目ですよね。2番目は b なので、えー、今度は b がここに来ますと。b。で、 A と B の大小関係を見積もられて、まあ、A の方が大きいので、まあ、トゥルーですよねなのでこの A と B がスワップされますなので C が来て B が来て A ですね、まあ、303050の100ですね で、もうこれは2番目から2番目なので、フォーループは終了です。で、次、ラストインデックス、2番目ですね。0から2なので、今度2が来ますね。二。で、で、次2、2たす1なので、3。で、もうこの3はないので、もうフォーループとしては終了になります。 で、最終的に、これですね。これが、ま、確定するっていうわけです。なので、この、なので、え、この、リターンノードで出てくるのは、このアレイの0番目なので、こいつですね。ま、こいつが出てくると。ま、これが、え、バブル相当になります。ま、もしわからなかったら、ま、メモ帳とかで、ま、こういうふうに、数字とかを書きながら、 一つ一つ調べていったら分かるようになるかと思います。そしたら相当の関数が終わったら、ここのところですね、最初のコリジョンイネーブルからディレイを出してきます。値は0.2でいいです。で、この次に相当を持ってきます。で、アレイはこのロックオンキャンディデートですね、をこのようにくっつけます。 で、ここのディ、えー、レイですけれど、ま、なんでつけたのかというと、このボタンを押したら、まあ、ロックオン候補のものが、ここで全部取得されるわけなんですけれど、これ、ここのコリジョン内にいるプレイ、まあ、敵が、まあ、3体いたら、まあ、3回これが実行されるわけなんですけれど、こいつが実行中に先にこっちに行かれると、 そうとできなくなってしまうのでこのコリーョン内にいる全てのキャラクターが全部この変数の中に入ってくれないといけないのでここでちょっと実感差をつけているわけになります0.2秒もあれば十分この変数の中に格納されると思うのでこの変数の中に全て格納されたら え、相当してあげるっていうわけです。で、このファーストアレイからプロモートさせて、で、こいつがもうロックオンの対象になるので、えー、ロックオン、ま、ターゲットにします。で、今度ですね、え、インターフェースを作っていきます。まあ、もう作ってあるの、作ってあるんですけれど、え、このブループリントの、えー ブループリントインターフェースですね。それを押して、名前を BP キャラクターインターフェースにします。で、開いて、そしたらここのファンクションのボタンを押して、まあ、新しいファンクションを作ってもらって、まあ、セット、ロックオンステートとか、まあ、そういう名前のファンクションを作ります。で、インプットに、ここのプラスを押して、イネイブルをブリアンで作っておきます。で、コンパイルしてセーブしておいてください。 そしたら、ロックオンのところですね。え、プレイヤーのブループリントですね。の、ここのロックオンターゲットの先に、先作ったインターフェース、セット、ロックオンで、セットロ,ッ,トロックオンステートの過去メッセージを出してきて、まこういうふうにつなげ合わせます。 で、ロックオンさせたいので、これ、ネーブルにチェック入れます。で、次、敵となるところに行って、で、先のインターフェースを実装させたいので、クラスセッティングを押して、ここですね、ここの後からさっき作った BP キャラクターインターフェースを出します。出したら、一回コンパイルして、セーブしておいてください。そしたら、検索で、 この、えー、セットロックオンステートっていうものが、これイベントであると思うので、これを出します。これですね。で、そしたらですね、えー、左側からさっき作った、まあ、ロックオンマーカーのウェジェットですね、これを出してきて、えー、検索でセットビジビリティを出してきます。で、まあ、こういうふうにつなぎます。ターゲットとこれをつないで、で、エネーブルと ニュービジビリティをつなぎます。これで、ロックオンのボタンを、ロックオンのボタンを押すと、コリジョンイネーブルになって、まあ、コリジョン内にいるすべての敵が、ロックオンのこの変数の中に入って、で、ソートされて、一番最初のキャラクターですね、プレイヤーから一番距離が近いものが、 このロックオンターゲットの変数の中に格納されてでそいつに向かってインターフェースが飛ばされてでこれは true になっているのでこのロックオンのウィ、えー、ジェットですねが、えー、可視化されますというわけで、まあ、一応プレイして確認してみます例えば今一番近いのこいつなのでロックオンのボタンを押すと、まあ、このように え、表示されます。まあ、こうなっていれば、えー、とりあえず合格です。そしたら今度は、今、プレイヤーから一番に近い距離の、ま、敵を、敵に関して、ま、ロックオンできたわけですけれど、まあ、今度は切り替えしたいので、まあ、適当なボタンを割り当ててもらって、まあ、ここでは、キーボードの L を押したら、まあ、切り替えできるようにしていきたいと思います。 で、このボタンを押すと、まあ、順々に、え、次の敵ですね。に、ロックオンのマーカーを、え、表示させていきます。で、このロックオンキャンデ,ィデートを、ま、出してきて、まあ、そもそも、ロックオンを切り替えるときに、敵が2体以上いないと、え、ロックオンを切り替える必要がないですよね。1体しかいなかったら、切り替える必要がないので、え、ここからはですね、え、レングスを出して、 で、えー、ダなりイコールでインテージャーインテージャーを出して、これを2にします。で、ブランチを出します。で、こうですね。これで、この、ま、敵が2体以上いて初めて、ま、切り替えできるようになります。 で、トゥールーのところでインターフェースを出してきます。セットロックオンステートですね。で、今ロックオン中のターゲット、まあ、ロックオンターゲットをここのターゲットにくっつけます。で、切り替えるので、切り替えるので、今ロックオン中のやつは非表示にしたいので、このチェックは外します。 で、次、新しいロックオンターゲットとして入力していきたいので、もう一度ロックオンターゲットを今度はセットで出していきます。で、ロックオンキャンディデートをゲットで出して、で、またゲットのコピーですね、を出して、アウトとロックオンターゲットをつなぎます。で、えー 0番目は最初のやつなので、変数として変数作っておいて、ロックオン、まあ、ナンバーっていう変数作っておいて、で、こいつはイント型で、で、シングルですね。普通のやつですね。持ってきます。で、コンパイルしておいて、0番目のやつはもう最初のやつなので、ロックオンナンバーの初期値は1でいいと思うので、 にしておきますで、この録音ンナンバーをここに接続します。えこれでこの L キーを押したら今録音中のやつは非表示になってこの録音キャンディデートの次のやつですね1番目ナンバーが1のやつがこのように選ばれます。で、同じくこのこいつをこう 出してきてきこうですね。でこいつは表示させたいのでこれチェック入れます。でもう一度このボタンを押すと今度はさらに次のやつに行きたいのでこのロックオンナンバーの数を1個上げてあげればいいのでロックオンナンバーをゲットで出してさらにプラスプラスを出します。これで値が 1こう個繰り上がります。え、繰り上がるんですけれど、これだと永遠に繰り上がっていくので、このロックオンキャンディデート、もともと入っている数ですね、それを超えてはダメなので、ロックオンキャンディデートまたゲットで出してえ、次、ラストインデックスを検索かけて、ラストインデックスを出しますと。え、出したら、 このプラスのプラスのところからセレクトイントを出してこれを a ではなくて b とつなげますでまたこのプラスプラスから今度はダイナリーですねイダイナリーインテンジャーインテンジャーを出してラストインデックスとこう、まあ、こういう感じにつなげますでここのブーリアントピック a をこうつなげます で次、ロックオンナンバーですね。を、最後、セットで、こういうふうに持ってきて、まあ、こういうふうにつなぎます。えー、これで、このボタンを押すたんびに、ロックオンナンバーが1個ずつ上がっていくわけなんですけれど、もともと、ロックオンキャンデ,ィデートの中に、3体しか入ってなかったら、ラストインデックサ、3体は、3体のラストインデックサ2なんで、えー 2を超えると自動的にもう最初の0番目に戻ってほしいので、これを0にします。で、それが録音ナンバーとして再確認、再格納される。まあそういうわけですね。そしたら確認のためにプレイさせておきます。で、録音のボタンを押すと、まあ一番近い、まあこれが選ばれて、 で、選択させていくと、まあ、こういうふうに順番に入れ替わっていくようになっているかと思います。こうなっていれば、とりあえず合格です。で、次ですね、ここまで来たら、まあ、ロックオンしたら、ロックオンした敵に向か、敵に、ま、プレイヤーが向いてほしいので、まあ、それの処理をしていきます。そしたら変数で、まあ、ロックオンという変数作って、で、これを、 まあ、ブーリアンにしておきます。こうですね。え、そしたらこのロックオンのこの変数を、え、最初のこ、ここですね。え、ここの先に接続して、で、これを true にします。で、true にしたら今度ですね、このロックオンのボタンをもう一回押したら解除されるわけなんですけれど、え、この先にまたこれをセットで持ってきて、 これはフォルスで、まあ、こういうふうにしていきます。えー、そしたらですね、まあ、イベントティックを出します。まあ、イベントティックか、もしくはセットタイマーバイイベントとか、まあ、そういうノードを出します。で、このロックオンが、えー、トゥルーの時に、そのターゲットに向いてほしいので、まあ、ゲットで、えー、ブランチで、トゥルーの先に、まあ、処理を変えていけばいいというわけになります。 で、このロックオンターゲットを出してきて、で、このロックオンターゲットが存在して、存在しているときに、ターゲットに向いてほしいので、これで右クリックをして、一番下のこれですね、を選択します。で、こうつなげて、そしたらロックオンターゲットから、ゲット アクターロケーションを出します。でこれをもう一個出します。ファインド、ルックアットローテーションですね。を出します。で、えー、何も接続してない、こいつをスタートで、録音ターゲットにつながっている方を、まあ、このターゲットに接続します。まあ、これは、 スタートからターゲットに向かう角度ですね。それを取得することができます。で、ここからセット、アク、エデタ、ローテーションを出しますと。で、これを、とこのイズバリッ i をつなげます。これでロックオンした敵の方に振り向くようになります。まあ、プレイして確認しておきますと、まあ、こういう風に振り向きますね。 まこうなっていれば問題ないです。で、今、ロックオンすると、まあ、自動的に振り向くんですけれど、まあ、瞬間的に振り向いてしまいます。もしそれが嫌なのであれば、右クリックで、R i n t e r r e t というノードがあるので、それを出します。これですね。で、次、Get Actor Rotation を出します。 を接続して、ターゲットの方を、この、これとこれをつなげて、リターンをここにつなげます。で、デルタタイムは、このイベントティックからつないで、もしくは、ゲットワールドデルタセカンドを出してきてつないでください。で、インタップ2は、適当な大きさですね。小さければ小さいほどゆっくり動きます。 これを代入してプレイさせると、先、まあ、と違って、まあ、こういうふうに、ゆっくり振り向くようになります。これはお好みでいいです。で、えー、次ですね。まあ、ここをですね、ロックオンのボタンを解除したら、まずいろいろ設定をリセットしていかないといけないので、それを設定していきます。まず、 このロックオンキャンディデートですね、をゲットで持ってきて、こいつの中身を全部削除しないといけないので、クリアで検索するとクリアが出てくるので、まあ、こういうふうにつなげます。これでロックオンのボタンをもう一度押すと、中身が全部クリアされます。で、ロックオンナンバーも初期値に戻しておきたいので、これを初期値の、えー 1>, ですね、1にしておきますで次まだロックオン状態のこのビレットが表示されているままなのでロックオンターゲットをゲットで持ってきてでこいつが存在していないと困るのでもう一回右クリックの一番下のコンバートバリテ,ッテバリディッドステートを出してこうつないで で、このセットロック、えー、ステートですね。を、まあ、こう出して、こう繋いで,で、これをフ,ァルフォルスですね。こうしますと。よいしょまた確認しておきますと、まあ、ロックオンさせて、まあ、これで切り替わりできて、で、もう一度ロックオンのボタンを押すと、このように消えます。もう一度,もう一度押すと、ロックオンできて、 もう一度押すすとと。消えますと、まあ、こうなっていればとりあえず成功ですあとこれが多分最後になると思うんですけれど今ロックオンすると、まあ、こいつがロックオンのマーカーがついているわけですけれど、まあ、例えばこいつがどっか行ってしまったりですねまあこのコリジョンの範囲内にいる時だけロックオンの対象になるのでこいつがこのコリジョン内に仮に どっか逃げていってしまった場合、これは非表示にしないといけない。あと、こいつが死んでディストロイアクターで消えたとしたら、自動的に次のターゲットですね、にウィレットが表示させるようにしたいので、それの処理をしていきます。なので、ここですね、コンポーネントエンドオーバーラップのこの先に変えていきます。 で、このロックオンターゲットをゲットで持ってきて、で、アザークタをからイコールイコールを出して、まあ、こうつなげます。で、ここから、え、ブランチですね。をつなげますと。で、この、えー、さらに、インターフェースを こいつですね。持ってきますで。持ってきて、このロックオンターゲットと、まあ、こういうふうにつな、えー、ぎますでつないだらもう一回、えー、ソートさせたいので、えー、ソートを持ってきてでアレイにこいつを。 持ってきますでこれの一番目に改めてこいつを設定してやればいいのでロックオンターゲットをセットで持ってきてこうですねでまたこのインターフェースを使って、まあ、こう接続してここチェックを入れますでこれで 今、ロックオン中のやつが、まあ、どっか行ったり、まあ、死んだりしたら、自動的に次のやつが、え、ロックオンとして割り当てられます。まあ、ちょっと、濃度汚いんで、それは各自ちょっと整理してください。で、そしたら確認のために、今、わざとですね、ロックオン中のやつを、この J を押すと、デストデストロイさせるようにしています。まあ、これは特に実装する必要はないです。で、プレイして、 ま、ロックオン中のやつ。まあ、こういう風に切り替わったりするわけですけれど。まあ、ここでは J を押すと、ロックオン中のやつがディストロイされます。そうすると、自動的に次のやつですね。にロックオンが行くようになります。またこいつを消したりすると、次のやつですね。まあ、こういう風に切り替わっていきます。ディストロイすると、自動的にこのエンドオーバーラップが え、実装、実行されますので、え、ここが動くというわけですね。え、なので、まあ、敵のところの方で、まあ、例えば、体力がゼロとかになったら、まあ、その先に、デストロイアクターですね。まあ、どこかにデストロイアクターを作っておいたらいいです。まあ、もしくは、デストロイしたくない場合もあるかと思います。まあ、そういう場合は、 このカプセルコンポーネントを持ってきて、セットコリジョンエネイブルを出して、で、これをノーコリジョンにします。ノーコリジョンにすると、これも自動的にこのエンドオーバーラップが実行されるので、ま、先と同じような処理が、処理になります。まあ、なので、ま、体力が0になったら、 まあこういうノードをどっかにつけておいたらそれで大丈夫になるかと思います。まああとですね今スフィアコリジョンをやっているわけなんですけれどスフィアコリジョンの場所は今プレイヤーのちょうどどど真ん中に来ているのでど真ん中よりこれ足元にある方がちょっとやりやすいっちゃやりやすいので 足元付近にずらしておいてもいいと思います。で、あと、まあ、適当に走らせて、最終確認しておきますと、この状態でロックオンすると、まあ、こいつがロックオンされる、されますね。で、こうですね。 今、録音中、プレイヤーの動きがこういう変な状態になってますが、これは、あれですね。アニメーションの方で、全くじ、調整してみてください。ブレンドスペース 2D とか使うと、改善されるかと思います。こうなって、まあ、うまく切り替わっていれば大丈夫ですね。 で、このクリジョンから外れると、自動的に、まあ、ロックオンが非表示になります。ノードがかなりぐちゃぐちゃになったので、まあ、関数とかにしてまとめれるところがあったらまとめておいてください。というわけで今回は、ロックオンとその切り替えについて解説を行いました。ご視聴ありがとうございました。